どうも、ショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。元散財女の彼女がですね、今100日間洋服を買わないチャレンジっていうものをやっています。で、この動画を撮影した多分2週間後ぐらいに100日達成するそうです。おかげでお金が余るようになりましたし、本当に自分が大切な洋服のパターン、本当に自分がお気に入りの洋服のパターンっていうのが見えてくる、きたそうです。で、僕自身も今お財布の紐はキュッと固いわけなんですけども、前はしょっちゅう買い物で失敗したりとか、今思えば無駄だったなって思う買い物はありました。でも、ちゃんと自分のお金をだったり時間っていうのはちゃんと節約をして、自分が大切なことだったり自分の才能が発揮できる場所に集中投下していきたいと思った時に、じゃあお金を守る方法だったり時間を節約する方法っていうのをちゃんと、勉強したんです。で、そこで、学んだことだったり、あと自分がその失敗した体験談を含めてですね、なんでその無駄な買い物が止まらないのかっていう理由4つとですね、じゃあどうすればその無駄な買い物が止まるのかっていうその3つをですね、今回僕の体験談だったり学んだことをシェアしていきたいと思います。はい、ではここで買い物とはっていうことなんですけども、一応ネットで調べると買い物とは物品を買うことっていうふうになってます。まあ当たり前すぎるっちゃ当たり前すぎるんですけども、でも今回の動画ではお伝えするそのものっていうのは洋服だったりガジェット、化粧品、家具、趣味だったり、その本当にこう形あるもののことを指します。なので飲み会だったり、旅行費用だったり、あとなんか交際費っていうのはここには含めてません。あくまでも物に特化して今回お伝えしていきます。ということで、まず買い物が止まらない理由1つ目なんですけども、欲しいから持つ、そうするともっといいものがあるんじゃないかなって思っちゃう、その循環があるから買い物が止まらなくなっちゃうっていうことなんです。例えばですね、僕がもう本当にそれで何回も失敗したなって思ってることなんですけど、このカメラですね、カメラは本当に完璧なものがなくてですね、そう、軽さを取ろうと思ったら性能がどれか一つ欠けちゃったりとか、じゃあ逆に性能を盛り込もうと思ったら重くなってでかくなっちゃうとかあるんです。なのでそのトレードオフの狭間で僕は何台も変えましたね。最初は GoPro Hero 5ってやつ買って、その後キヤノンの G7X っていうコンデジを買って、でその後にルミックスの G8 っていう風にミラーレスカメラって感じで順当に上がっていったわけなんですけども、その後からはもう一眼レフだったりミラーレスカメラってもうコロ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 変えて、なんか違うな、もっと今なるんじゃないかなっていうことでコロ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 本当に変えましたね。で、2つ目なんですけども、これを買うことでもっと人生良くなりますよっていう広告につられて買い物をしてしまうっていうことなんです。例えばですね、このティッシュペーパーを買ったら年収が上がりますよっていう広告を見た時に、いや絶対嘘だって、それは誰しもが思うと思うんですよ。どういうことっていうキャッチーな感じだと思うんですけども、ティッシュ買ったぐらいじゃ年収上がんないよっていうのは、分かると思うんです。例えば iPhone なんかもですね、今最近のものなんかレンズが3つついていますよと。で、その3つついているから、すごくいい動画がたくさん撮れますよと、もう一眼レフカメラいらないですよみたいな、そういうライフスタイルが変わりますよっていうのを宣伝してるわけなんですけども、そういうのを見るとですね、僕もあ、いいなみたいな、もっと身軽になれるんだったらいいな、欲しいな、釣られそうだなっていうのはあるんです。前はそういうのでもうしょっちゅう釣られていました。で、3つ目にピュアプレッシャーっていうのがあるんです。ピュアプレッシャーって何ですかっていうと、例えばですね、僕が誰か友達と一緒にコトコトコってヤドバシカメラに行きましたと。で、そこでこうスマホを手に取って、あ、これいいなって思うとします。そしたら友達がですね、お、いいじゃん、それいいじゃん、買っちゃいなよとかですね、そう言うと、え、いいの買っちゃおうかなって言って買っちゃう。で、これがピュアプレッシャーっていうらしいです。例えば洋服を買いに行く時なんかも、どう似合うって言われた時に、あ、似合うよ、いいじゃんって言われたら、あ、いいかもと思って買っちゃう。では、そういうのピュアプレッシャーっていうやつです。なので、その友達と行ったり誰かと行った時に、いいじゃんいいじゃんって言って、あ、いいかなって思うのも、その無駄な買い物が止まらなくなる理由だと思います。で、4つ目に見栄で買い物をしてしまうっていうのもあると思うんです。で、なんでかっていうと、例えば周りによく思われたいから買うとするじゃないですか。で、買って持ってるんですけども、さらに自分よりもいいものを持っている人を見た時に、
羨ましがっちゃうんですよね。見栄があるからこそ無駄な買い物が止まらなくなるっていうのはものすごく大きな原因じゃないかなっていうふうに思ってます。そう、そんな感じでまあいろいろ無駄遣いをしていたわけなんですけども、その無駄な買い物がピタッと止まった、その教えてもらったものがあるんです。それはですね、最初から最高クオリティのものを買いなさいっていうことでした。そうで、最高クオリティって何ですかっていうと、一番値段が高いものというよりかは品質が最高なものです。はい、耐久性が良くてとか、めちゃくちゃ便利でみたいな、そういった意味の最高クオリティってことなんです。そうで、僕もまあそれを意識し始めてから、一番性能がいいやつだったり、一番なんでしょう、品質がいいやつっていうのを買うようにしてから、もっといいものがあるんじゃないかななんてもう全然思わなくなったんです。もうこれが最高にいいものだからって思えているものに関しては、他いいものがあるんじゃないかななんてもう全然思わなくなったんです。例えば僕が今使っているこのアーロンチェアっていうものがあるんですけども、これの前は楽天で買った3500円のなんか事務用品みたいな椅子だったんです。それ座ってた時っていうのは背中がピリピリしてたんです。で、腰悪くしたかなとか背中悪くしたかなっていうふうに思ってたんですけども、このアーロンチェアに変えてからもう痛いとか一切ないです。しかもすごく集中できますし、そう、そのおかげで仕事の生産性も上がったりとかしてるので、もうこれは本当に買ってよかったなっていうふうに思いますし、これから、壊れる気配もないですね、やっぱり。なので、そう、これはもうこれからもずっと使っていこうって使っていきます。撮影機材も散々いろいろ迷った挙句ここに着地しました。詳しいことはあまり言わないですけども、レンズは 16mm から 35mm の F2.8 っていうレンズ G マスターで、ボディがソニー α7 の R2 っていうやつです。まあカメラに詳しい方が見たらですね、完全に僕が宝の持ち腐れっていうのは分かると思うんですけども、でもこのレンズを買う前っていうのは、僕はもっといいものあるんじゃないかなとか、こっちはどうだろうってことで、コロコロやっぱ変えてました。そう、お金もかなり無駄にしちゃったと思います。でもこのレンズに変えた瞬間に、あ、もうこれ以上のものはないやっていうのがなんかすごい分かるんですよ。そう、まあお店の人に聞いても、まあこれ以上のものはないですねって言いますし、そうなので、他のものをなんかいいものあるんじゃないかなっていう考える時間だったりとか、探す時間、手間っていうのももうピタッとなくなりましたし、そのおかげでこの撮影に集中できてますし、ということで僕はこのレンズ、この撮影セットアップにして、まあ重くはなりましたけども、本当に良かったなと思ってます。ちょっとストア名の発音が分かんないですけど、理性能か分かんないですけども、そこで買ったこのローテーブルですね。まあ、安いもの買おうと思ったら、まあ、いくらでもあったんですけども、ただやっぱこういう長く使えるものであるので、そういったものをちゃんと最高クオリティのもので買おうねっていうことで買ったんです。品質の良し悪しの比較対象がないのであんまり分からないですけども、でもこの肌触りだったり、これ置くだけで部屋がパッとおしゃれになりましたので、買うまではなんかもっといいものあるんじゃないかなみたいな、こうっていろいろ探しましたけども、でもこれにしてからは、もう他にこう例えば雑貨屋さんに行った時でも、これの方がまあ自分たちには満足だなっていうのはすごく思います。そうなので、目移りしなくなりました他に、ということで、これは本当に買ってよかったなって思います。そうなので、最高クオリティのものを買おうって言って買ったものに関しては、その分野で他のものを探さなくなったんです。なのでもうこれで十分っていうことで、どん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 ミニマルになっていくっていう実感をしています。無駄な買い物が多いんですよねっていうふうに思っている場合は、そのさっき言った他にもっといいものがあるんじゃないかなとか、広告に釣られてないかなだったり、周りの人の後押しで買おうとしないかなだったりですね、そうっていうのを考えてもらって、でもしそういうのが当てはまるようでしたら、最初から最高クオリティのものを買うっていうことをやればいいんじゃないかなっていうふうに思います。そうしたら、いやもう最初からもう十分これで満足してるし、これが最高のクオリティだしって思って、もうあとは目移りしないですし、それを大切に使いますし、そうするとお金もセーブできますし、そのものを探す時間だったりとか迷う時間というのもなくなって、自分の大切なことに使えると思いますので、はい、そんな感じでどんどん身軽になっていってもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回もちょっとでも面白かったです、参考になりましたと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。